本日紹介する作品は三上文さんの君のことが好きで言えないという作品です。主人公は幼馴染の中川歩に恋心を抱く高校1年生の高梨和沙。しかし彼女はある理由から歩への思いを隠しながら生きていました。なぜ和沙が恋心を隠す必要があるのか、そこには2人が暮らす世界に秘密がありました。実はこの作品の舞台となる世界は30年前に衝突した隕石の影響で人が同性しか愛せない世界へと変わってしまっていたのです。そんな世界で異性愛者だと知られると周りから白い目で見られてしまい、そしてそれは歩に対しても迷惑になってしまう。そんな理由から和沙はその恋心を誰にも知られないように過ごすしかなかったのです。この作品はそんな今いる世界とちょっとだけ異なる世界で描かれるラブストーリーです。同性しか愛せない以外は私たちの世界と変わらない世界が舞台なので、より一層主人公の和沙の置かれている状況の特異さが際立っていて、一人だけ周りと違うことに思い悩む和沙の姿や異性愛者に対する周囲の容赦ない言葉の数々、そしてもしかしたら同性しか愛せない世界だからなのかもしれませんが、異性の和沙に対する距離が近く無防備に接してくれる歩の存在、それら全てが和沙の恋心の切なさを加速させていく、そんな作品です。この作品は講談社のデザートという雑誌で連載されている作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読むことができますので、そちらをぜひチェックしてみてください。